どうも、バキバキバキこと元美智です。今日はですね、釣りフェスティバル2023にやってまいりました。イエーイ。はい、ということでですね、なんとリアル開催が3年ぶりということでですね、めちゃくちゃ久しぶりで楽しみですね。それでは早速行っていきたいと思います。そうそう、いつもね、この長いエスカレーターを登っていくんですよ。わー、懐かしい。よし、長いエスカレーターを経てここにもたどり着きました。あとはね、ここを進めばはしりこです。あ、すごいすごい、せーの、ほい、入場。入場規制してるだけあって結構空いてますね。そう、今回はね、電子チケットがないとね、入場ができないんですよ。なので皆さん気をつけてくださいね。最初に入場して目に入ったのがこのペンギンちゃん、めっちゃかわいい。こちらホディさんっていうブースです。こんな感じで快適なカヤックを出している会社さんみたいですね。準備してくれてるのがね、世界一のやつみたいな。おお、あ、すごい。あ、こうなってるんですね、下が。ここの船だけ。はい。下を見てて、ここのハンドルを動かすと、ちょっと下見てくださいね。おお。あ、本当ですね。ハンドルをひねると、くるくるくるって回るんですね。かわいい。確かにペンギンだ。回転したりとか。ハンドル切るんじゃなくて、ここからぐるーって回ります。円を描くようにくるくる回れるんですね。すごい。動かしたいときはここにあるさっきみたいなハンドルでこうやってやると後ろがこれが動くんですね。すごい。すごい座り心地がいい。さっきの椅子よりもグレードが高いんですよ。いいですね。エフショーはイカ袋か。はい、ありがとうございます。でも、イーショーのお好きなジャンルの限定ルアーめっちゃいいな。ちょっと狙いたいな。インスタを読み込んでと。
茶袋。これ茶袋でした。続きまして、ジャクソンさんとブルーストームさんのブースにやってまいりました。私はですね、ジャクソンさんはブルーストームさんというライフジャケットの会社さんと一緒にコラボして出店しているものです。ブルーストームさんで気になる商品はこちらのぶっといライジャケですね。こちらさ、マグロ用というかオフショア用のライジャケでめっちゃ浮力が高いみたいです。巻いてみよう。多分これが開いたらポハーってなるだろうな。でもそんなに重くない。ジャクソンさんはですね、カタログを買うとジグくじがねついてくるみたいなので、ちょっとやってみたいと思います。お願いします。あ、はい、ありがとうございます。これを買っていただいたんで、はい、こちらマリンスイーパーさんですね。はい、はい、海中清掃を行っているんですけれども、こちら一つプレゼントなんですけど、こういう風にちょっと塗装が剥がれているんですけど、はい、まあ、その海中清掃でその海底から引き上げたルアーを一つプレゼントしています。すごい。なので手で探っていただいて、まあ、ジグ関係がいっぱい入っているんで、はい、一つ取ってみてください。はい、じゃあ私もなんかすくい上げる感覚で海底から、はい、そうです行ってみたいと思います。はい、じゃん、お、ピンクだ。メタルリフトですね。バブリーピンクの 40g です。お、いいね、めちゃくちゃ使えるやつですね。ですね。やった。まあ、ちょっと塗装が剥がれてるんですけど、はい、まあ、これまだまだ使えるってことで。確かに確かに。ジグだったら確かに悪くならないからいいですね。まあ、そうですね、全然大丈夫ですね。うん、やった、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次はですね、昨年お世話になった釣りビジョンさんのブースにやってまいりました。なんかね、スマホで見れる VOD って言ってね、普通だったらスタッパーで見ないといけないじゃないですか、テレビの画面で。なんですけど、スマホでね、結構いろんな番組が見れるよっていうやつがあって、それを登録するとなんか商品がもらえるみたいで、それをもらいに来ました。釣りビジョン VOD はこんな感じでね、たくさんのね番組が見れるんですよ。スマホで見れるって結構いいですよね。 YouTube 感覚で見れて。ちなみに私が出演した回はあるかな、それかもはや魚住椿であるかな。あ、すごい、めっちゃあった登録したので、はい、何かいただけるということで、はい、何が、釣りビジョンクラブ入会、フィッシングショー期間中に入会いただくと、はい、我々のちょっとモデルピー、どれか好きなのを一つ。お、どれがいい、なんだろう。一番新作は、はい、ネックウォーマーですね、この。あ、ネックウォーマー、いいですね。で、便利なところで言うと、はいはい、釣りされる方、特にロア釣りの方はレインカフスとか。レインカフスって何ですか。葉っぱの袖口にこうつけて、はい、こうつけるんですけど、はい、そうすると雨水が入ってこないので、キャストしてこうよく緩いところ入ってくるじゃないですか、それがないです、はい、僕も普段プライベートで。え、これいいですね、確かに。ナイブエルに手突っ込むっていうのは、そんなに、そんなに、迷いますね、こっちかこっちやっぱトレードマークのネックウォーマーにするか、それともこっちにするか。ネックウォーマーください。ネックウォーマーに、はい。はい、ということでですね、ちょっとね、お腹も空いてきたので、フードスペースに。なんかフードスペース、今ここ B なんですけど、
このお店とこのお店の2店舗、1,2,3 と数えると3店舗かなしかない。結構あれだね、自粛モードからのこう復活だからちょっと食は少ないみたいですな。まあでもね、なんかよく見たら酒っぽくない？お酒っぽいのがこの中にある気がする。ちょっとお酒とこのね、サバ寿司最高じゃない？何？完売かよー。くー、お酒と食べたかった。こっちに塩豆大福ってのがあるから、ちょっとこちらを買って食べたいと思います。お酒と合いますかね？何が塩大福。塩大福がお酒と合いますかね？ね、ちょっとしょっぱいような感じでいいんじゃないですかね。やった、じゃあありがとうございます。それで食べてみよう。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。お酒ありました、やったー。何しようかな、レモンサワーにしよう。あ、レモンサワーって、あ、すべてのイベントの傾向的にちょっと全部ノアル。そうなんですね。今回多分ノアルしかないです。やったと思ったらノーアルだった。全然大丈夫です。じゃあ、ワインにしよう。ワインの白でお願いします。ノーアルコール300円でございます。はい、いいぐらいのほぐれた粒あんで美味しい。ちょっと汚いけど、このほぐれた感じの粒あんが美味しい。エビ、ワイン違うな、これはぶどうジュースだ。ワインではないのか。はこちらフィッシュマンさんのブース。こちらはね、キャスティングゲームができるんでね、何年か前のキープキャストでもね挑戦したんですけど、的に当てられなかったので、ちょっと今回も挑戦して最後の動画の締めにドカンと決めてやろうと思います。この的に当てて、この白が赤になったら景品がもらえます。練習使ったことはありますか？はい、あーもう大丈夫。練習だけある、はい、練習だけある。できたけど本番でお願いします。本番で。そうそう、それを本番に、それを本番にやってください。これは本番です。本番さんといきます。上に行っちゃいますね。あ、そう。本番にうまいっすね。ありがとうございます。ということで、釣りフェスティバル2023、3年ぶりのね開催だったので、ちょっとね時が経ってて盛り下がっちゃってるかなとか思ってたんですけど、全然違って超盛り上がってましたね。めっちゃ楽しかった。明日もね来ます。よろしくお願いします。
釣りフェスティバルは明日、明後日までここパシフィコ横浜でね開催されておりますので、ぜひぜひ皆様スマートフォンでチケットまだ予約できると思うので予約して来てみてはいかがでしょうか。ということで、この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。Mm-hmm.